エコーのサブマリン山田久志さんです。アンキューブルーブスの応援歌歌って東京の人らムカついてたでしょうね。カードを傾けただけやって言ってるんだけど、始まりました迷宮会チャンネル、進行のフリーアナウンサー楠敦雄です。今回は阪急ブレーブスの開幕投手を12年連続して務めました栄光のサブマリン山田久志さんです。よろしくお願いします。はい、なんか緊張してます。なんで？いや僕どういう緊張？僕だから西宮球場で北口に住んでましたんで、はい、北口に住んでたら5階になったら自由に入れるっていうタイプ？あ、その時は行ってないんですけど、5階だったけど7階だったっけ。あ、ただで入れましたね、後半。後半、はい、それで山田さん見てましたから、そういう方とこう話せるっていうのはね、はい、あの北口の駅に手作りのスコアボードあったらしい、ね、はい、ありました、ありました、はい、それこう駅員の人にやるんでしょ。やります。あのこうかけていくんですよね。今勝ってるか負けてるか。一番ムカついたのは、うん、ヤクルトと日本シリーズやって負けた時、もう東京音頭を北口で踊りまくってたんです。ここで何すんねん思いましたけどね。しかし我々もあったな。じゃあ誰、東京の人は腹立てただろうな東京行ってね勝ちましたからね。阪急ブレーブスの応援歌歌って、はい、そうですよ。東京の人らムカついてたでしょうね。山田さんのアンダースローっていうのは直球ですよね。どっちかだら速球派ですよね。ああ、そうね、速いボールの方が多かったね、ええ、ストレートが圧倒的に、うん、比率的には。ご自身もおっしゃってるんでしょ、あの僕はオーバーハンドを横にしただけ。あ、そうそう、下にね、体を傾けただけやって言ってるんだけど、まっすぐの球威がやっぱエグいっていうことですよね。高めね、うん、横にされたのはどういう経緯ですか。私はもともとはね、ピッチャーじゃないんですよ。高校2年生までは内野手だったんです、はい、サード守っててね、はい、で甲子園の予選の秋田県大会で自分のエラーで負けて、サヨナラ負けして9回裏ツーアウト満塁で、はい、サヨナラボート、うわ一塁一塁ベース踏めばいいもの本当やホースプレーやのに。それで当時の先生に、はい、太田先生、まあ、監督やってて、お前もあかんって言われてピッチャーで、まあ野球人としては嬉しいじゃないですか。いや、ピッチャーやったことないもん。そうですか。しんどいし練習多いじゃないですか、ピッチャー。あのランニング要件させられますよね。ランニングするし投げないがんし、こっちも練習もしないしできないし、当時当然ベースランニングもない。ピッチャーの練習がやっぱり一番多いんですね、高校生の時はね。だからピッチャーあんまり好きなかった。でもピッチャーは3年生になる時になったんですか。そうです、そうです。3年生の春から本格的に。でハマったんでしょ。いやいや、その時はほらオーバーハンド、オーバーハンドというよりもいろんなところから投げてたんだと思います、うんうん、それで社会人行ってからです、本格的にアンダーハンドになったのは、うんうん、監督の中谷さんという人がいてね、その人は京都の立命館を出た人で、ピッチャー出身、はい、で山田お前はその投げ方でとてもじゃないけど社会人でも通用しないから、うん、思い切って下から投げたらいいんだよ、うん、あそうですかって下から投げてた。誰も教えてくれないんだけど、適当に投げたと、はい、私はね、はい、一回上に上がるんですよ。そうですよね。ぐーっとオーバーハンドなんですよ最初、うん、ぐーっと上に上がっていく。そこからハンドつけてバーンと沈んでいくから反動投げなんですよね。私がコーチなら絶対投げ方でしょ長いことコーチもされましたのに20年間やらせてもらったけども、はい、監督とかコーチからフォームをこうしなさいって言われたことは一回もないね。いじり方もみんなわからなかったんじゃないかな。あの投げ方ってどういうふうに持って事例がないですもんね、山田さんの投げ方はね。私はただ手首とかその肘とかの使い方は実はサンプルがある、うん、誰ですか。杉浦忠さん。あ、杉浦さんも速球ですね。アンダーじゃなくてサイドだったんだけど、うん、こんなして投げてるの、うん、手首立ててこうやってバーッと速い、うんうん、ああいう投げ方で体をこうしたらどうだろうっていうのがそもそもの発想だから。当時山田さんが杉浦さんの映像とか生でやっぱ見られたんですか。いや違います。映像ですか。週刊ベースボール分解写真。なるほど。あの方は日本シリーズで3連敗の後、いや3連敗4連投は稲尾さん。稲尾さんで杉浦さんも杉浦さん4連投最初から全部勝ったんですか。全部勝ち。4勝0敗ですか。あ、そう、稲尾さんが3連敗4連勝か。稲尾さんなんかね、私稲尾さんにもよくお世話になったけども、
72試合とか投げてんだよ先発で。とてつもないですよね、先発リリーフやっ両方ですよね。それで藤川球児がその記録を抜いたかなんか、あ電話してましたでしょ、はいはい、だから稲葉さんに言われたのも、山お前球児に言っとけよっつって、俺は先発やぞっつって意味が違うと、だけど大したもんだって言っとけっつって、うん稲葉さんとか杉浦さんとか当時の我々の先輩の米田さん梶本さんとかのもう毎日のように投げるっていう感じに見えたもんね。何なんですかあのそのメカニックっていうか、あんまり投げすぎて負担がかからない投げ方に到達するんですか。でしょうね。ですよね。最終的にはやっぱりいらないもの全部省いていくのね。うん、私はバッティングでもピッチングでも私の持論なんだけども、プロ野球とプロと名の付く人はどんなスポーツでもそうだけども、自分に必要なものだけを残していく、うん、あとは省く作業だってよく言ってるんですけどね、うん、そうなってくる達人は見てても美しいですよね。綺麗ですよ ね。いらないものがないから。だって稲尾さんなんかを見たら、あこれがやっぱり理想的なフォームなんだろうな、うん、だからあれほど投げれるんだろうなと思うし、うん、その代わり全てのものにすごかったね。はいはい、おっしゃってました。はい、はい、俺の時代はフライデーなくてよかったよとおっしゃってました。いや私はもう何回も連れて歩いていただきましたけども、はい、大丈夫ですかってぐらい、しかしすごい人脈でしたね。おっしゃる通りですね、はい、驚くほど。おかげさまで私もだいぶ引き継がせてもらいましたけど、ソフトバンクの球場というか博多にホークスが行くところにも稲尾さん尽力されてらっしゃるんですよね。スタートは稲尾さんですよね。稲尾さんです、はい、あの九州にプロ野球を持ってくる、はい、最初に運動を仕掛けた人は稲尾さんです。そうですよね、はい、そこに王さんもご協力されて、はい、よく言ってました。そうですよね、はい、昔の人のことを言ったらまたお前ら昔のことばっかり言うって言いますけども、うん、やっぱそういう人多かったね、うん、名前がなくてもあの形だけで選手が分かるっていう人多かったですね。あシルエットみたいな、シルエットみたいな、はいはい、あこの人山さんも分かりますよ。分かるでしょ。分かる分かる、ね、でもどうなんですか壁に当たったりせず。いやありましたありました。あったんですか。2年目で2桁勝ってますから。いやだそんなに壁で17敗です。前の年優勝ですよ昭和44年、はい、阪急は、はい、日本シリーズでジャイアンツ負けましたけども、うん、で45年も当然優勝候補ですよね、はい、もうピッチャーもそうそうたるメンバーいるし、で若手のもう野手ももうバリバリだし、当然阪急が優勝だろうっていう時、うん、その時にね B クラスじゃなかったかな。へえ。いやでもなんかがないとそれは使わないですよ。まあ西本さんはとうとう最後までそういう話はしませんでしたけどね、うん、6連敗した時に、はい、西本監督に言われたのは山田なお前なっつって、プロ野球のピッチャーでこれから生きていくためならな、もうマウンドへ今日上がる、今日さあマウンドへ行くぞっていう時にもう勝負ついてるぞって。お準備ですか。そう、うん、おっしゃる通り、はあ、いかに準備するかやつって、それでそれを見てる野手がいる、うんね、それは野手は応えようとする、で負けたら山田が負けたら、あ俺たちもうちょっと打ってやればよかったりな、あそこ守ってやればな、うん、山田勝てたかもわからんな、そういうピッチャーにならなこの世界ではちょっと無理やなっていうのはそこは言われたね。へえ。つまり他の球団の主軸に対して山田がどう立ち向かうかとか、うん、打たれた時の仕草とか、そうそうそう、おっしゃる通り、ベンチでの、あのやってることね、うん、そういうこと全てがやっぱり野手は見てるっていう、はいはい、そういうことを言いたかったんでしょうね。でそういうそのエースの哲学みたいなことをあやれるようになってきたなっていうのはどれぐらいの。いややっぱり西本さんの時はとうとう最後まで自分はエースだとは思わなかったね。あそうですか。その次の年22勝するんですよ。10勝17敗の後22勝、その次も20勝するんですよ。開幕戦は絶対やらせてくれないんですよ。はあ。やっぱり米梶のどっちかなんですよ。なるほど。キャリアを取るんですね。まだ早いっちみたいなことです。それはね山田さんのお腹を空かしてるんですよ。うまいことうまいこと言うと、まだまだお前はナンバーワンじゃないと、事実上はそうだけど、うん、5年西本監督と一緒に同じユニフォームしてやったけども、はい、その5年間でそんなある程度活躍して、まあ、打たれもしたし負けもしたし嫌な思いもいっぱいあったけども褒められたことはありません。
で私が引退するときに藤井寺球場に西本さんが来るっていうから、はい、その今までのあれをして私引退の年ですから挨拶行きましたよ。その時初めて褒めてくれたし、なんて、よーお前はやったなーっつって、立派なもんやーっつって。西本さんを書く大丈夫会ってあるんですよ、大宝塚とか行くんですよ、いろんなとこ、はいはい、その時にこう終わってこうみんなでわわわわ野球の話したりゴルフの話したり野球の話したり、西本さん、山田さん、山田はどうだったんですかところでつった、山田はやっぱりエースやったって。その時も涙でさ、しかもだいぶ経ってから、経ってからもうゴルフやって、ゴルフも本当もっと早に現役の時に言ってくれよ、ゴルフもやらなかったんだからね、西本さん、はい、我々も最初禁止だったもん。上田さん、最初の年は私リリーフだった、チーム内ライバルが出てきて、ライバルこさえたもん1年目で、それよりねもっとはるかに早く見えた。